はい、始まりました、タイソンチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、まだタイソンチャンネルって言ってるけど、まだちょっと、まあ はい、ね、いただきたいですけど、正当版二代目佐々木チャンネルとか言ってダメだよ、そういうの。佐々木さんに怒られるから。佐々木さんも関係ないですか、ね、佐々木さんか全然さ関係ないけど、はい、だからどっちかだよ、すごい怒られるか、はい、もう全然いいよって言ってくれるからだよね。どっちかですよね、まあ、怒ることないと思うけどな。笑ってアンサー動画出してくれそうな気もしますけどね。なんかそう、はい。うん、だってやっぱり初代とか言っちゃうと、でも初代であることは間違いないからね、はい、うん、やっぱり YouTube 見てる方だと、やっぱり初代って聞くとは佐々木さんかなって思っちゃいますからね。だからなんか2代目とか3代目って別に怒られる気はしないけど、うん、初代って言うとなんか怒られそうな気がするのは、やっぱり なんかやっぱり それだけこの影響力があるっていう感じなのかな、ね、やっぱりそうだよね。俺も思うもん、なんか初代はまずいだろう、なんか絶対怒られそうだなっていう気がするんだよね、うん。まあ、これがアウトロー系の界隈に私のチャンネル、私のっていうかこのタイソンチャンネルがなかったら多分関係なかったんでしょうけど、うん、あ、それか、じゃあ分かった、ホービーってつければいいじゃん。もういろんなところから怒られますよね。ケイさんのファンから怒られちゃいますね、うん、このホービー初代チャンネルみたいな。もうわけわかんないことになってますよね。もうみんなつけちゃう、ホーミー初代ゆやまチャンネル。ゆやまさん全く関係ないですからね。あ、そうだ、もうそうなんかだそれぐらい混ぜてるとみんな怒られないからみたいな。確かに、もう、うん、呆れてなんか無視されそうですけど、うん、まあ、今度、まあ、こんなね、あのふざけた話をするんじゃなかった、はいはい、今日はちょっとね、あの宅建さんに言われて、やっぱりプライベートのことは出しちゃいけないとか、はい、やっぱりまあアイドルじゃないけど、そういうもう何でもかんでも自分のことをね、こう言ってくのは良くないよね。やっぱり求められてるものは、やっぱりあなたのこう凛とした姿っていうことなんだけど、はい、もうこの正しいね、はい、あの悪をこう正すっていうことなんだけど、はい、あの真面目にちゃんといくっていう風だけど、できてないよね。そうですね、できてないですね。あの、はい、すごいこの深刻に俺に相談来て、私逮捕されるかもしれません。あの、私もう YouTube できなくなるかもしれませんって、ちょっと前あったよね、ゴールデンウィーク前ね。ありましたね、はい。で、何って聞いたら、いや、もう本当に忘れる、もうちょっと自分から言いなさい。あの、4年前の中金のお金を私払うの忘れてて、はい、てかそれが存在してたことも頭から消えてて、はい、で、あの、警察の方から書類が届いたんですよね、はい、もうこれを払わないと、はい、あの逮捕状出しますよみたいな。だからそれを慌ててみて逮捕されるみたいな言い方だったよね。やばい、捕まるみたいな。もうごめんなさいみたいな、半泣きだったよね、半泣きだったよ。で、私なんか、私の中では、うん、あの、交通違反と駐車違反って別のものだと思うんですけど、うん、はいはいはい、交通違反で逮捕状、まあ、交通違反の、うん、あの、まあ、お金も払わずにずっとそうやって過ごしてると逮捕状が出るってことは知ってたんですけど、うんうん、はい、駐車違反は関係ないと思ってたんですよ、勝手に、はいはいはい、でも逮捕状が出ますって書いてあったんで、あ、出るんだ。うん、まあ、言い訳にさ、無視してたわけじゃなくて、引っ越しとかしてる時に、その通知がどっかで来なくなっちゃったんだよね。はい、そうです、そうです。はい。で、まあ、今の住所にきちんと、こう、住民票を置いて、こういうふうにしたら、はい、その通知が来たっていうことで、そうです。もう、あなたの中では、あ、もう終わったんだ、もう済んだ、来ないから済んだんだと思ったんだよね。そうです、まあ、当時私二十歳だったんで、うん、まあ、その時なんてもう別に、あ、来なくなったならじゃあ払わなくていいんだラッキーぐらいにしか思ってなかったんですよね、うん、本当にガキの考えっていうかだらしない考えがあったんですけど、もうやっぱ4年も経つとそんなことがあったこと自体も頭から消えてたんですよ、ね、いろんなことがあったからね、この1年ぐらいね、はい、うん、で久しぶりになんか来たと思ったらいきなり逮捕状出しますよみたいな感じだったから、まあ、厳密に言うと逮捕状っていうことではないんだけどね、はい、うん、そういう文面に見えるよね、はい、要するに、そうですね、まあ、だからまあ普通それであの逮捕ってなかなかないんだけど、はい、体を抑えるっていうことをするとやっぱりみんな慌てて払うので、はい、あのその時のやつでじゃあふざけてて中金好き勝手やってたわけじゃなくて仕事上のことだよねこれって。そうですね、その時二十歳の時って運送業やってたんで、やっぱり配達に行く時に、はい、まあ、いちいちコインパーキング止めてアマゾンの配達とかってできないんで、はい、やっぱり路中してみんなパッパッパッパ行くんですけど、はい、その時にかなり中金やられてまして、はい、まあ、来てるだけでその数件っていう、うん、あのやつがあって払ったのもあるし済ましてるのもあるから、はい、あれとこれがごっちゃになって
っちゃったんだよね。そうですね、うん、だから払ってない分が今回バッてきたんですけど、うん、それ以外にすでに払ってるものもあるんで、うん、合わせたら相当な数中金まあ切られてたんですね当時。まあそもそもねそういう仕事っていうかその、はい、あの業態が僕がいいとか悪いとかっていう風になっていっちゃうんだけど、まあ、はい、今回はそれはねあれ、はい、あのそこ言うと違う話になっちゃうで、まあ良くはないと思うけど、はい、そんなことも考えずに、うん、若い時に、はい、まあそのまあ仕事になるから稼げるから、はい、まあ変な話中金のお金だけ払っとけばいいわぐらいな感覚でやってたっていうことではあるよね、やっぱり。そうですね、うん、それがあまりにもまあまあちょっと払ったのとそれと引っ越しちゃってその仕事も辞めて、はい、分からなくなって4年経ったらもういきなりラブレターが来たってことだよね。多分免許のその住所を普通、はい、あの警察署に行って引っ越したら書き換えとかすると思うんですけど、うんうん、私はちょっとまあだらしない性格っていうかめんどくさいんで、はい、あの書き換えもしてなかったですね、はい、ずっと、はい、で、はい、今の家に引っ越して免許更新してまあ新しくなるじゃないですか住所が。そこで多分ようやく来たのかなっていう。そういうことね。だから、はい、正規の手続きをやったから正規のところにちゃんと来たわけだということだね。そうです。はい。で、もうとにかく一回電話して、どうしようって言って、電話しなさいと。そしたら、まあ、ゴールデンウィーク入るから、その、ゴールデンウィーク、はい、あの、過ぎた時に、取りに来ていただく、うん、いただいたんだよね。そうですね。ちゃんと向こうから。あの、家まで来ましたね、警察が二人で。はい、はい。あの、わざわざ来てくれたんですけど、来てくれたんですよ。来てくれたんだよね、なんか。なんかでも話聞いたらその私以外にも中金を滞納してる人ってまあ世の中にたくさんいるらしくて、でやっぱり出向かない人が多いらしいんですね。めんどくせえよみたいな。あ、もう行くのがめんどくさいよみたいな。もうごねる人が多いから払ってくれるんだったらまあ出向こうみたいな感じで、その一日のスケジュールで今日はこことこことここに集金に行きますみたいな部隊がいるらしいんですね警察で。でその人たちがまあ何件か回ってその最後で私の家に集金に来てくれたっていう感じですね。警察官なのね。そうです、2人、はい、おじさんが来ました。お、警察官が集金で来るの、めっちゃ怖いじゃん。あの最初必ず警察手帳見せてくるんですよね。あ、一応制服じゃないんだよね。あ、スーツです。スーツで、はい、はいはいはい。で警察手帳見せて、はい、インターホンでまず警察手帳見せられて、うん、で降りてって、はいはい、あ、すいませんって開けたら、はい、もう一回あのこういうものですって出されて、うん、はい、で何月何日で何月何日でって全部読み上げて書類見せられてで全部でいいからですって言われて間違いないですねって言われて、あ、間違いないですってお金すいませんって払ってで、はい、あの終わりましたね、それで、はい、へえ。集金に来るとは思わなかったんでちょっとびっくりしましたけど、領収書みたいなもらったのね。あ、そうです、もう終わりましたよっていう書類もらって、うん、はいはい、そう、はいはい、うん、そうですね、で終わりですね、はい、まあだからこういうことを言っちゃダメだって宅建さんは言ってるわけ。またこいつ学んでねえって思われちゃいますよね。俺がダメだよと、うん、はい、こういうこと言うとやっぱり不安の人たちがあのなんだってなるけど、やっぱりなんだっていう生き方をしてるわけだよね。生活感出しちゃいけないってことですよね、うん、多分配信の中で、うん、私っていうこの存在を消さなきゃいけないんですよね、うん、本当は多分、うん、本当の、まあね、本当のあれは出してけど、本当の方が面白いからさ。で、まあ今、はい、今あの笑い事じゃないんだけど、はい、もうちょっと女性としてはちょっと本当に深刻なあの症状が出ちゃったんだよね。あ、そうですね。この1週間ぐらい前ですかね、うん、私連絡させていただいたのって。うんうん、まあ、その前はなんか爪が剥がれたっていうのもあったな。そういや、あれは自分の不注意で怪我しただけなんですけど。そうか。まあ、しょっちゅうそんなことが起きてるんで。ね、それでね、はい、で言ってください。まあちょっとタイソンチャンネルもマネチャンネルも1週間ぐらい暴露動画の前お休みさせてもらってたと思うんですけども、はい、あのまあ最初は熱が出て休んでたんですよね、はい、38度ぐらいの熱が出て、うん、まあコロナではなかったんですけど、検査行ったらそれは違うかったんでね、はい、うん、まあちょっとすいませんということでお休みさせていただいてたんですけど、はい、その後に、うん、なんかあの円形脱毛症になってしまったんですよね。熱が出てる最中に多分結構だよね。円形どころじゃないよね。もうそうですね、あれ多分普通の円形脱毛症って、まあ、いわゆる10円ハゲの大きさを円形脱毛症って言うと思うんですけど、はいはいはい、私のって多分500円よりちょっと大きいぐらいのですよね、大きさ的に言うと、はいはい、
まあ、人生で2回目なんで、あ、またかって感じだったんですけど、はい、ちょっとすいません、あの励ましたってことで、はい、さんに今、うん、一応報告はさせていただいたんですけど、まあ、別にハゲたからなんだって話なんですけど、まあ、顔出ししてないからね、はい、そのまあ、そんなあれなんだけど、はい、でそれを結局ここが何が、はい、じゃあそれの原因って何っていうふうにお医者さんとか聞いたら、やっぱり今こういう症状が出るっていう時のその、はい、ちょうど一番ストレスがかかった、ストレスがかかったり、何かすごい心的外的体に何か心にすごい負担がかかったからそうなるんですよ、はい、ね、それ調べるとやっぱり 3,4 ヶ月前っていうことなんですよね。そうですね、だ今ハゲてるってことは、このハゲが、ハゲる 3,4 ヶ月前にその原因が何か起きてるはずだって私は言われたんですよね、医者に。な、何 3,4 ヶ月ぐらい前、何があったんだろう。まあ3ヶ月前4ヶ月前っていうと、ちょうど多分暴露動画を出してる時だと思うけど、2月3月ドンピシャの時期かなと思うんですけど、だからやっぱりそれぐらい、やっぱりその、はい、いや、ストレスがかかってたっていうことだよね、うん、そうですね、まあ、見てる方はやっぱりその私は好き勝手タイソンのこと暴露して、うん、お前すっきりしたんだらよかったなって思ってるかもしれないんですけど、うん、言う側もやっぱりリスクがあって、うん、まあ、私も顔自身さらされたりとかいろんなリスクを負ってますけども、うんうんうん、まあ、アンチコメントもやっぱり全然来てましたし、私に対しても来てましたし、うん、まあ、私自身はストレスなんて溜まってないと思ってたんですけど、うんうん、時間が経ってこうやって現れてきたから、実はストレスだったのかなって今になったら思うっていう感じですね。まあ、1年間ねほぼ休みなしでね、はい、やってて、まあ、気も抜けるっていうか、そうはなるよね、やっぱり。で、やっぱりそれだけ体に無理が来てるんだから、まあ、はい、まあまあ分からなくはないです。